君は9つの世界を旅するんですよ。キー大会ニュー己引けよ。ここなんすか。ここは見てわかるように大自然。これはやっぱり森でやるべきです。森でやる。やっぱ森でしょこれは、はい、大自然が力を与えてる。皆さんこんにちは、井上正弘です。今日はね、ピンクの特撮プロジェクトということで、ピンクのスタジオに来てるんですけれども、今日は大輔がいないんですよ。最近あいつね、ちょっと忙しくて、まあ、今日はちょっと一人かなと思いながら、今日このスタジオに。ある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 ツイッターで急に DM で YouTube 出てくれませんか言うて。そうですね。で、いつ会いますか言うて、いつ、まあまあこの人この日この日やります。じゃあちょっと全部仮押さえしてもらってもいいですか。どんなお前どんなお前で全部仮押さえしてもらっていいですか。そんなないよ。いや、もちろんそのオファーいただいたのがすごい嬉しいんですけど、まあこの人この日行けますよって言って、まあ押さえてじゃないですか、押さえて、で、昨日ですよ、昨日スタッフさんから連絡来て、はい、明日なんですけども18時でお願いします。それ決まったかどうかまず聞いてんから。明日ありますはもっと前に言うから。ほんで18時にこう来たら誰もおれへんから。一番最初に入られました。一番最初に来たらなんか知らんなんかおばちゃんがここでピラティスやってたんですよ。いろいろアイディアを、いただきましたので、それを今から紹介していきたいと思います。採用採用ですね、そちらにありますボックスに入れていただきまして。これ、はい、すごいですね、かわいい。じゃ早速いきたいと思います、はい、斉藤さんからいただきました、はい、井上さんのテコンドーやガロで培った剣さばきをふんだんに見ることもできる作品が見たい。生身アクション多めの作品がいい。なるほど。かのやつかさの時は全然やんなかったんですよ、うん、全然やんなかったですね。もうすぐ返信しました、ね、そうなんですか、はい、1話から3話まで僕肉離れしますからね。あ、そうなんですね。そうです、そうです。アクション編集でこう横切りっていうのがすごいなんですけど、はいはいはい、おー、かっこいいんですけど、おー、すごい。これが上がらなかったんですよ。これを無理やりこう上げようと思ってこうやったらもう僕が、そんななんか走るシーンやんなきゃいけなくて、うん、なって走ってたんですよ。まあ、ガロでその、まあ、ジンガという役で結構生身アクションをやらせていただいてたんで、ガロ見て、あ、井上さんこんな動けるんだみたいな、めちゃくちゃすごいよ。じゃあいただいた質問いきますね。いきますね。どっちですか。はい、じゃあこちらは採用で。やった、ありがとうございます。嬉しい。トキさん、敵ないし相手となる立ち位置のキャラクターにも力を入れてほしいです。魅力的なヒールがあってこそのヒーローでもあるところがあります。戦うべき相手もヒーローがいた。ほうほうほう。なんか仮面ライダーキワとかは今考えてるじゃないですか、うん、でも龍騎はただヒーロー同士で戦ってる、はいはいはい、ああいう感じが好きなんですよ。おー、はい、それぞれの正義があってみたいな、はいはいはい、はいはい、気づいたら井上さんがヒーローじゃなくなってる可能性も。どっちがヒーローやねみたいな。あー、そうなんだ。ヒーローが持てたらヒーローじゃないみたいな。はい、こちらも採用に入れさせてもらいます。うまくも不採用ないですね、B さんからいただきました。ありがとうございます。シアンの人も友情出演してほしいどうなんですか皆さん、そんなにシアンの人に出てほしいですか。すごいっすよ。なんてこっちが絶対それめっちゃいいって言ってるのがやめろって言ってるのがどっちどっちトタニキミトから LINE が来たら検討します。トタニさんしてください。不採用町田さん、はい、ピンクでやっぱり18歳未満閲覧禁止なんでしょうか。はい、ありがとうございます。あ、不採用、不採用山のお風土さんがいただきました。リアル昭和ライダー世代の自分にとって井上さんのイメージは平成の宮内博士なんです。はい、ここで、解決ズバッとという作品から発作するのはどうでしょう。解決ズバッとめちゃくちゃ分かる。井上さんと宮内博さんのこのウィンみたいな、もうめちゃくちゃかっこつ
つけても嫌味なく見れるのが井上雅弘さん。そうなんですか。敵が例えば、お皿投げで攻撃がしてきたりするので、お皿投げで攻撃してきました、避けますね、いやお前のお皿の投げる腕は確かにすごい、でも日本で2番目が何、一番誰なんだ、俺が一番、そういうことですそういうことですもう一番言わないですか、チッチッチッってやって棒を仕上げてこうやって、なんかこういう勉強になるものはちょっと勉強していきたいなと思いますので、あの検討します、ありがとうございます、ありがとうございます、しっかり平成はズバッと見たいな、シャンクショーさんからクラウドファンディングなら困りそう、クラウドファンディングは検討されていらっしゃる、うわ全然考えてなかったですね、やってくれって言ってくれてることがむしろ嬉しいですね、うん、はい、ありがとうございます、じゃあ検討します、さようで、あしゃアイキャンバスさん、井上さん控えめに言って最高です、何がナムルマンの付き添い人からいただきました、バーコードモチーフで9つの世界を巡る旅とかどうですか、ね、わーなるほどね、記憶喪失の主人公がいて、はい、でヒロインがすごい笑いのツボっていう秘伝のものを持っていて、お君は9つの世界を旅するんですよ、はいはいはい、なんか映画浮かぶいけるじゃんあ、これ次最後でタクさんからいただきました、ありがとうございます、おのれピケードピケードとピンクがかかってるんですかね敵にね、はい、ちょっとこう茶色いハットをかけた、はいはい、なんかよくわからないいい眼鏡かけた人が出てきて、はい、で、叫ぶんですよね、はい、何ですか、おのれピケードはははははです関わらせてほしい、マジっすか、僕のこう人となりを知っていただいて、あ、はい、こいつこういうやつなんだ、あ、じゃあこのシーンでちょっと使えるなみたいな頭の片隅に残したい、なるほど、私ですね、その難しい漢字の覚え方っていうのを最近やっておりまして、知ってますよ、打つっていう漢字ご存知ですか、難しいですよね、難しいんですよ、打つ29画もあるのに、これ常用漢字でこういう漢字があるんですよ、はい、でこれを僕がその覚え方作ったんですけれども、はい、まあ、どういうことかというと分解してリズムを当てて覚えていくっていうことで、なるほど、まあ、このうつの覚え方だったら、期間期は今日待ち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 君あー本物だ、すごい、あ、すごい、期間期は期間期は、はい、で今日ですね、期間の今日、今日待ち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 君、すごい、はい、これ速攻覚えそうですね、これ今日はですね、私そのピンクにまつわる漢字の覚え方を作ってきましたんで、はい、まあ、僕出なくてもなんかこうインスピレーションになったらいいなってことで、なるほどなるほど、ピンクにまつわる漢字こちら、はいはいはい、これは桜のピンクですね、桜の旧字体ですね、はい、奇変ですね、貝と貝と女なんで、はい、この桜の漢字の覚え方は、はい、キーカイカイニョまんまやないですか、ね、まんま言うなよ、こちら、あーはいはいはい、まあ、バラですね、これ草かもですね、草かもですね、結構土ですね、土でこれ人が2つ、はい、で回る、はい、回数形の回ですね、でもう一回草かもで、これ微妙の微、はい、微妙の微なんですけど、ちょっと違うんですよ、ここ一本入るんですよ、微妙の微と違うんです、はいはいはい、なんでこのバラの漢字の覚え方ですね、草土人人海草ビー草土人人海、はいはい、あ、もうかけた、バラの輪かけましょう、草、はいはいはい、ビー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 、はいはい、え、すごい、書きました、バッチリです、僕人生で初めてバラ書いてですね、よかったです、まあ、ということで、はい、今日いろいろな視聴者さんからの、はい、まあ、意見を聞く回プラス、まあ、その篠宮さんの、はい、提案をいただきまして、はい、まあ、非常に有意義な時間だったんじゃないかなと思います、はい、この、まあ、ピンクの特撮プロジェクトはこう視聴者の皆さんと一緒に作り上げていきたいなと思いますし、随時アイデアは募集していきたいなと
思ってます、はい、なのでね、ちょっとまた篠宮さん、はい、ちょっとこういう意見とかたまりましたら、はい、ちょっとまたあの前日に LINE しますので、あの前日はやめてください。前日さんは勘弁してください。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。